もっと左だ。時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。匂う、匂うぜ。魔法の匂いだ。いよいよだね。構造は一番と同じようなもんだろう。ああ、魔法だまりは近い。行こうぜ。どっから降りるよ。ここは？おお、こりゃいいな。先行くぜ。やった。と。思ったより怖かったね。思うからだ。ん？おい、見ろよ。こんなデカブツが出てきたらひとたまりもなさそうだな。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新鋭だろうな。もし俺たちの前に現れたら、その時は逃げた方がいい。ああ、おねんねの時間で助かったぜ。静かすぎない？死んだだろ。恐れをなして逃げちまったとかよ。死んだ。次もこの調子。もうすぐだね。終わったな。見て、上にもいる。覚悟はいいな。落ち着いていけ。前もこんな感じだったの？あ、もうちょっと賑やかだったぜ。ああ、全部大嫌い。
かりしろ。ティファ。ん？タイマーは何分だ？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか。脱出ポイントは正面口だ。北道戻るぞ。先導広報作戦を指揮する神羅カンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将か。喜ぶがいい。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。あ、何これ。5番魔航路前からの中継です。神羅カンパニーは魔航路の爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番ガイスラムです。爆破対象の特定報告を受けて、神羅カンパニー危機対策本部からの避難勧告が通達されました。一番魔航路爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に避難の声が巻き起こっています。プレジデント・シンラは市民の暮らしを犯す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満を溜め込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックスを。デカブツ。我が社の誇る最新鋭の大型機動兵エアバスターによる公開制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% で想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達。侵入者を速やかに捕獲しブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。このままじゃ神羅の思うつぼってことだよね。やつが好きなようにニュースを捏造するぞ。悔しい。いや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 、そうはいくかよ。ああ、公開制裁っていうならあのデカブツをぶっ壊して神羅に赤っ端書かせてやろうぜ。ああ、悪くない。ハイデッカー動作距離通達。速やかに侵入者を捕獲しブリッジへ連行しろ。繰り返す。速やかに侵入者を捕獲しブリッジへ連行しろ。ハイデッカー動作距離通達。速やかに侵入者を捕獲しブリッジへ連行しろ。繰り返す。
を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。さっさと運び込め。ハイデッカー統括がお待ちかねだ。積み込み完了。 B8 フロア発送開始。整備班了解。侵入者だ。革命。よし、やっちゃおう。彼らが何してたか調べるぞ。バレット・クラウド、これ見て。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。リフト、動かせそうか。カードキーがいる。探せ探せ。見つかったの？ああ。よっしゃ、操作盤をいじくろうぜ。待てよ、整備の邪魔すんだろ。M ユニットって書いてある。これが部品かな。ああ、マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。ズバッと決めちまえ。そいつは出口の扉を開く端末だ。M ユニットを廃棄しました。ハイデッカーめ、邪魔見ろ。うまくいったね。よし、次行くぞ。私たち、今も見られているんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。涙のがぶっ倒す。そっちは任せ。カット。そうだ、このほら邪魔見やがれ。勝てたね。B7 フロア発送開始。了解。 B8 フロアの物資が届かず通信不通、至急確認願う。侵入者だ、捕らえろ。こちら B7 フロア。ついていけ。さあ行くよ。戦闘状態に突入。終わりだ。リフトも操作盤も2つだね。シェア、
邪魔し放題だぜ。まずカードキーを探そう。見つかった？1枚だけ。操作は1度だけか。リフトは2つなのに。クラウド、決めて。こっちのリフトが運んでんのはビッグボンバーだとよ。通称ビッグバン。強力な爆弾だ。捨てれば弾数を減らせるな。どれを捨てるのか決めてくれ。ビッグボンバーを廃棄しました。君で。廃棄した荷物はどこに行くの？おそらく廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの、 AI コアだの、結構なお宝があるんじゃねえのか？かもな。いただいちまうか。部屋が見つかればな。みんな聞いてくれ。シンナの言うことは全て嘘っぱちだ。魔鋼は星の命だ。シンナは星を食い物にしてる。だから。バレット、いきなりどうしたの？放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。仕上げた。悪いな。連携しよう。じゃあね。よし、やっちゃう。浮かれている暇はない。もちっと喜べよ。リフトはビッグボンバーだ。さっさと捨てるもん決めて、シンナの計画をボロボロにしようぜ。ビッグボンバーを廃棄しました。連中の悔しがる顔が見えるぜ。どっちが制裁されることになるのかな。
楽しそう。神羅をぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろう。笑いが止まんねえよ。踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい。遠慮しておく。4つだ。カードキーがもっと欲しい。ビッグボンバーだな。弱っちくなりそうなのを捨ててやれ。ビッグボンバーを廃棄しました。君で。ロボット弱くなったかな。やるだけのことはやった。そうよ、やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。もうすぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは。準備はできてる。デカブツをぶっ壊したらポチッといくぞ。うん。でも負けた。そんなのじゃ。気をつけ。やった。問題だ。完了だ。当てる。やった。狙うぜ。出せろ。うん。あかん。覚悟はいい。終わり。かきむしろ。集中していた。こちら。次もこの調子。やるだけやった。あとは出たとこ勝負だ。整備の状況は？ビッグボンバーが不足。現在緊急対応中。急げ。統括がお待ちかねだ。まだ整備中だ。侵入者だ。捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。これだ。整備中。かけとけ。当てる。恫喝。今しばらく。侵入者と戦闘小隊に突入しました。支援発生中です。はい。頑張る。よし。
弱点は見える。冷静に対処すれば必ず勝てる。勝利のポーズ考えとくか。全員で決めてやるのさ。中継されたら流行るぞ。断る。あ、行き止まりが。パイプ登れないよね。他を当たろう。何かいる。そっちは任せる。さあ行くよ。切り開くぞ。うん、行こう。いや、仕上げだ。終わり。そんなもんよ。決める。これだけでも果てたな。どうだ。カメラの前で派手にぶっ壊してやる。首洗って待っとけよ。うん、あとは全力で戦うだけ。何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。必ずだ。絶対だ。うん。マリンにただいまって言おう。もちろんクラウドも一緒に。ね。スマイルを忘れるな。報酬次第だな。どうした？さっさと開けろよ。緊急ロックモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。めんどくさいことしやがって。あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる？お宝部屋か？よっしゃ、さっさと行こうぜ。で開けるの？仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせばいい。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。現在緊急ロックモード有効です。レバーを同時に動かすんだよね。じゃあ俺が温度を取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ。くそ。まあ二人ともよく見てね。行くよ。せーの。緊急ロックモード解除しました。おっしゃー。やったね。すごい、息ぴったりだった。そうだな。お宝部屋も覗こうぜ。ここがお宝部屋か？開けばな。開かないの？最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか？同じだが、こっちは何度か繰り返す。はっ！
楽勝だぜ。うん、やってみよう。現在、最上級セキュリティモード有効です。二人とも、私に合わせて操作してね。じゃあ、行くぞ。ティファに合わせるんだ。わーってる。さあ、ティファ、頼む。最初の入力、行ってみよう。せーの。セキュリティモードレベル1、解除。二人とも完璧。この調子で行こう。次行くよ。せーの。悪い。めげずに行こう。せーの。セキュリティモードレベル2、解除。やったー、コツをつかんだ。おうよ、どんと来いだ。神羅の鍵という鍵を開けてやら。半分終わったね。もう一踏ん張り。せーの。セキュリティモードレベル3、解除。大成功。怖いものなしだね。これで最後だよ。気を抜かないでいこう。せーの。焦らないで。しっかりね。せーの。はあ、息を合わせよう。頑張ろうね。せーの。まだまだ肩慣らしだ。しっかりね。せーの。セキュリティモードレベル4、解除。廃棄室のロックを解除します。よっしゃー、新ラメ手こずらせやがって。思ったより早かったね。二人ともご苦労様。ティファもな、合わせやすかった掛け声に心を込めたからね。死んだ。ふう、魔法を浴びた者の目か。君はソルジャーだな。元ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーならみんな知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆く者ほど浪費する
そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。はあ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔鋼の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの道化師諸君、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。軍隊だと？なんだそれ。ネズミどもには理解できない。お、何してやがる。いいか、これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意先導後方作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが消えた。賢明。さあ、ショーの始まりだ。ミッドガル全市民の敵アバランチ。ブータイとの共謀による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。クラウド、ぼさっとしてんなよ。頼りにしてるからよ。クラウド、大丈夫？問題ない。こっちは行けるか。アバラルーク諸君、貴様の姿を市民にさらしてもらうぞ。盾まで食らいつけ。クラウド、動けないの？よし、やっちゃおう。やっ、そこだ。やっ、第二段階へ行こう。ここからがエアバスの本領発揮だ。充填開始。さあ、慌てるためけ。下手に攻め込めない。この集中していく。まだ完璧だ。勝つすべなく力尽きろ。勝つのはいいな。落ち着いていけ。消え失せろ。いけないな。エアバスター最終フェーズに移行する。空中戦か。あんたが頼りだ。バレ。はあ。くらえよ。さあ、行くよ。今だ。畳みかけるぞ。うん。冷たい気分。そこ。いら。さあ。外れた。この映像
すぐ爆発するぞ。俺はいいから、ティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラウド！